はい、皆さんこんにちは。今なんとね、撮ってるとこパリなんですよ。はい、ということで、左近君と2人でお寿司屋さんに、ね、はい、います、はい、でね、これ困った時に私どうかなんですけど、困ったね、今回で、旅で困ったし、まあ他にもいろいろ話してガローの話をしなきゃいけないんだけど、今回はちょっとね、あの旅に困ったスタートラインで、ね、話してみたいと思います。皆さんでね、いろいろ話を聞きたいと思います。はい、はい、ということで、今このね、パリのホテルに行ったんですけど、なんと日本食が一番店が多いという、驚くパリの日本食ブームということで、ね、今回もね、ラジオを撮りたいんですけどね、手巻き寿司と鉄火丼みたいなね、あのチラシを食べまして、はい、サーモンチラシみたいなのね。そうですかね。味は美味しいですね。美味しいです。量が少なくてもうちょっと食いたいなと思って、あんまお金使いすぎてはいけないということでね、ご覧のところで行ってみたいと思います。さあ、それでは私はちょっと面白いサービスながらですね、行きます。それでは、困った時の110番はい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 。で、実際何が困った最初そうですね、まあ最初は、うん、曽根くんがいないそうなんです空港でね、出発を間際に曽根くんが手荷物預けるところで、あんたパスポートの残存期限が足らないわよ、行けないわよって、ね、ヨーロッパ入国拒否されたんです。さあ曽根くん大変だよ、ね、一気にお見送りになっちゃって、はい、その足でね、あの領事館に行ってパスポートの再発行、あとで言ったらね、3ヶ月はギリギリあったって言うんだけど、でもダメなんだよね、もうね。ギリギリないですね。じゃあダメでしょうね。はいはい、まあ、そんなわけでね、我々はあの一緒にもう行けなかったんです。曽根君が行かないから荷物の、あの数ができなくて、私はその後、なんと味噌汁の、あの味噌が引っかかっちゃって、あのゼル状のものは持ち込みませんけど、味噌だけね、取られて、ね、これ悲しかった。それで飛行機に乗ったら今度はまた問題が起きた。コーヒーぶっかけられたんだよ、ね、これ最悪だよ本当。なんで俺コーヒーをかけられるんだろうなって、あの左近君というとコーヒーかけられてね、前もホテルでね、あの仙台でかけられましたね。でその後着いて、まあホテルがボロい、確かに信じられないぐらい。でフリー Wi-Fi が一般なのにホテルだから2ユーロ取ってまた遅い、遅いですね、最悪で、トイレ狭い、風呂はもうなくてシャワーだけ、まあひどいもんだったね。今も泊まってるんだけどね、うん。それで、まあ、翌日一夜明けて気分を取り直してルーブル美術館に行きました、はい、ルーブル美術館ではもうモナリザに微笑んでもらったり、色のヴィーナスを見ろって感じでね、はい、全部見て写真も撮り放題、はい、これ良かったです。すごいですね。で帰り際にあのバスに乗らなきゃいけないって言ってね、ちょっと走ったら、はい、つまずいて、これがね、道路に転倒がすごかった。いや結構激しかったですね。でもだったね、はい、まあね、あれはちょっとね、大変だった。肘の血が止まらなくて、足は腫れて歩けなくなって、小指を損傷しちゃって、怪我しちゃってて、どうなるかと困ったな、これ痛いけどね、泣きの手ないですね。あの左近君もね、足がちょっと痛かったんで、大変だったんですね。どうしようと思ったら反対乗っちゃったんだよね、バス。どんどん遠ざかってくるんだよ、これおかしいよって、ね、降りて乗り直して、はい、1時間ぐらいかかってね、戻ってきて、そうですね、戻りました、はい、そんなあれでしたよ、はい、もうね、とんでもない、まあパリのね、日程なんですけど、はい、でまああの面白かったのはお寿司屋さんはまともだね。そうですね、すごくまともで安くて、はいはい、うん、で中華食べたんだけど、はい、中華料理とは思わない、フランス人の創作した中華料理で、確かにうどんもあるって言うんだけど、頼んだらうどんじゃねえんだよね、もう何なんだろうあれね、どっちかっていうと、まあ、焼きうどんのちょっと違った形みたいなんですけど、ああまあそうですね、まあ、あの美味しいか美味しくないかって言ったら、まあ、そんなにまずくはないんだけどね、はい、だけどまあ違うよって言われた声が、うん、確かに。もう本当ね、そんなこと言って言ってね、まあ、パリ3日過ぎましたよ、ね、まあ、はい、ね、でこれからリヨンにバスで行くんですけど、はい、左近君はエッフェル塔も行きまして、そうですね、はい、私は傷の関係があるんでね、ちょっと休んだんですけど、はい、なんと左近君が、一番すごいのはね、はい、あのタクシーの手配とかバス停のあれをね、ちゃんとやったんで、これが本当に、ちゃんとできてるかどうかね。そうですね。じゃないとまた困った時のになっちゃうから。なってしまいますね。はい。ね、で、パリの印象どう？パリ、そうですね。なんか、うん、最初、まあ、あんまりその治安的にどうなんだろうなって思ったんですけど、うん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 、思った以上に、その、怖い人は少ないかなと。そうだね、はい、でどっちかって言ったらハリウッドで20ドルぼったくられたあの、はい、CD 事件よりはいいよね。そうですね、はい、あのいいです、 CD をタダでくれるって、 ありがとう親切な人だなと、チップをよこせって。そうですね、びっくりしましたね。それくん助けてみなかったんだ。いやー、ね、なんか自分が勝手にやっちゃったみたいなものがあるんですけど、うん、
まあ、曽根君はね、なんとね、ナポリあたりから合流ということで、うん、まあ、どうなりますか、ナポリの合流ね、はい、本当にこれ、どうなるか心配ですよ、はい、まあ、それもこれもね、とにかく行ってみないとわからないんで、わかんないですね、はい、なんか曽根君も困ったときだよ、だってなんか15万ぐらい余計にかかっちゃうらしいよ、なんかナポリの合流、こうな、うん、負担ですね、負担が大変だよね、はい、うん、まあその分たくさん稼いでいかなきゃいけないんですけど、ね、今のところあんまりいいことないこのヨーロッパのスタッフ、うん、転んだのがでかかったな、そうです、ね、で転んで俺が1日経って、で佐藤君が薬買ってきてくれてね、それがよく効いて彼が引いたんだよ、よかったです、うん、そしたらなんかしら見たらビッと引いてたから、今度あなたのところね、なんか、はい、エコノミー症候群なのかなんか知らないか分かんないですけど、なんか足がずっとね痛くて、うん、そうそう、いろいろやっては見てるんですけど、なかなか、はい、うん、思うんですね、はい、でまだあんまり感動ないのかな、ミロのヴィーナス見てもね、それこそあの、うん、モナリザも見たけど、はい、小さいんだよね、モナリザね、思ったよりそうでしたね、でもまあね、そのルーブル美術館に行って品を取りまくったってことは、そうですね、そこでマジックの撮影もしたしね、あ、していただきましたね、はい、これはまだアップしませんけど、はい、楽しみですよね、うん、だからこれからね、またどん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 といろんな撮影していこうと思ってますけど、はい、明日からついに、うん、このね、あのラジオあの放送を収録している日、26日なんですけど、はい、明日からついにリオンに行って、ここで初めてレクチャーが始まります、はい、何があるか分かりませんけど、無事に全部行ってほしいね、そうですよ、もう転びたくない、そうです、ね、あ、それでね、ホテルエレベーター止まっちゃって、わかりますね、明日心配なんだよ、荷物、荷物がどう運べるか、なんか部屋番号を聞かれたので、あ、あれ絶対関係ない、関係ないですか、ね、関係ない、絶対運んでみない、もういいですか、うん、あの部屋番号聞いたっていうのは、あのどこの部屋にタクシー来たよとか言うために、あ、なるほど、だけだから、うん、これはね、残念ながら、ゆっくりでもいいからなんとか運ばないと、そうですね、今日は日曜日でしょ、はい、で朝の5時ぐらいに起きてもうスタートしていくような準備だから、そうですね、ということは早くゆっくり下ろすしかないね、はい、5時半ぐらいに来るはず、そうだね、はい、まあそうです、まあそれ以外にもいっぱいあるんだ、問題が、ね、あのバスね、その分のキャンセル1個できなくて、レールはね、キャンセルしたんだけど、うん、だからこれもね、面倒くさい、あと荷物もね、だから当日現場で30分前でキャンセルできるっていうから、うん、それでやろうかなと思ってるんだよね、はい、それ以外のとにかくね、全部初物初物だから、うん、まあ、大変だよ、そうですね、でまあバスはなんか Wi-Fi が効いてて電源もあるっていうんで、あの、これはまあいいんじゃないかなと思ってね、それでも充電してもね、ちゃんとね、そうですね、うん、日本酒、うん、これ普通です、お寿司はね、味は良かったよ、うん、良かったと思います、はい、そうですね、さあ、ということでこれから今日どうなるかっていうと、我々は、まあ、コンビニ行って明日の朝飯を、ね、朝飯が食えないから、はい、うん、買って帰る、はい、そんな感じですね、うん、まあ、あと飲み物ぐらいちょっと買ってくるかな、飲み物とかね、はい、そんな感じでしょうかね、はい、まあ、とにかくですね、転んだのと追いかけられたのとかもひどい目に遭ってばっかり、ね、ね、うん、本当に困りますよ、こうやってね、うん、それと、まあ、あの当然曽根君が来れてないのもすごく困った状態で、まあね、あのパリはそういう意味ではちょっと散々ですけど、それでもまあ、なんだろうな、うん、人はまあ悪くないね、そうですね、なんかいい人が多いですね、そんな感じですね、はい、まあホテルはでもひどいな、これがね、二つ星のホテルのわけないでしょうっていう、不思議ですね、星って何なんだよ、わかんないよね、電気もまともにつかない、電気つかねえんだよ、つかない、あれすごい、あとあの洗面所にコップが置いてないとかさ、置いてないです、すごいよな、あれどうしてこんなにひどいんだろうなって感じ、そう、我々は明日早くね、チェックアウトしたんで、はい、どうなるか分かりませんけど、はい、まあ、うん、タクシーを、うん、乗れるかどうかだ、乗れるか、はい、ちゃんと頼めてればいいんですけど、そうだね、うん、まあそこも含めてですね、はい、あの全てが経験ということで、はい、はい、ラジオ1本撮りましたんでね、はい、またどんないろんなところでどんどん撮りますけど、ぜひ、はい、ダローの話も撮んなきゃいけないんでね、いろいろやろうと思ってます、はい、うん、まあとにかく皆さんね、あの世の中何があるか分かりません、人生は本当に気をつけていかないと、階段一つ登るよりも本当危険ということですね、はい、で俺ね、高いところでね、事故起こすんだら、あれね、あの平地みたいなところで転ぶので、ちょっとつまずいて、うん、いやーもうね、まだ体が痛い、体があっちこっち痛いです、うん、はい、さあ、お酒もなくなったことだし、時間の方もあと20秒ぐらいしかありませんからね、はい、はい、そろそろ音楽が鳴る頃なんで、はい、マイクを取ります、はい、収録これで終了します、まずは、フランスでのパリダン最初のスタジオでした。
はい、はい、それではまた来週、はい、まだヨーロッパツアーの最中ですかね、はい、さよならです。どうも、ありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。